ねねん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 かいかん。おい、太田、電話だぞ。わかってる。きっといつもの電話だぞ。全国萌えミス相談室。余計なお世話だ。はい、モテ打ちです。あ、早川ですけど。ごめんね、こんな時間に。あのね、モテ打ちくん、実はね。手編みのマフラーか。もしもし、モテ打ちくんどうしたの？いいじゃん、いいじゃん。誕生日にそれ、最高のプレゼントじゃん。たかし、きっと喜ぶぜ。でもなんだか恥ずかしいし。恥ずかしがることなんてないよ。大丈夫だって。プレゼントしてやれよ、たかしに。お、こまんじゃねえ。この感触は。最高のプレゼント。なんちゃって。なんでもない。情けねえやつ。
私何にしよっかな。うまいもん食わせてやりたいからな、陽太に。ああ、手料理作って男の帰りを待つ美少女。俺って女の鏡だな。それ。どうして？よかった。モテウチ君がいてくれた。本当？それ。うん。だってモテウチ君、ニーマイ君の親友だもんね。ねえ、ニーマイ君ってどんなものもらえて喜ぶと思う？あれ？どうかしたの？あ、なんでもない。なんでもないよ。あ、モテウチ君、待って。ねえ、おまわりさん。うん。はい。あの二人、こんな時間に何やってんだろうね。ん？ちょっとそこの高校生。ん？げ、やべ。君たち、どこの学校だ。あの、神大高校。逃げろ、萌美ちゃん。こら、待ちなさい。ビーッ、夕飯なんか作ってやんないよ。まさか俺、嫉妬してんのか。Breaking a mirror can bring you 7 years of bad luck. When you break a mirror, take it outside and bury it. Then nothing but will happen. Never walk under ladder. ぬいぐるみになりたい。ねえ、モテウチ君、モテウチ君も可愛いと思うよね、これ。そうだね、うん、ね、可愛いよね。関節キス。でもダメだよね。趣味じゃないよね、ニーマイ君。たかしか。まあね、可愛いんだけどな、萌美ちゃんの方がね。喜べよ、バカ。二人が仲良くしてんだぞ、バカ。嫉妬してんじゃねえよ、バカ。ビデオガールは特定の男を好きになっちゃいけねえんだぞ、バカ。ゲゲゲイダーク。うん。君ね、君こそどこの学校。さよなら。待ちなさい。ほら、ほら待て。ああ、結局選べなかったね。萌美ちゃん、やっぱりマフラーあげなよ。でも、そういえばモテウチ君。え、告白した？俺するわけないじゃん。平気だよ、モテウチ君いい人だもん。振るような子はよっぽど見る目がないんだわ。俺はいいんだよ。よくない、私だけ告白しろとか言って。モテウチ君だってちゃんと告白しなきゃダメだよ。さりげなくあげた方がいいのかな。練習しようか。練習？ニーマイ君、あの、これ誕生日プレゼント。
受け取って。モテウチ君が相手だと簡単にできるんだけどな。さあ、今度はモテウチ君の番。私を相手の子だと思ってさ。俺はいいよ。そう、残念。あ、6時間目間に合うかもしれないよ。ったくしつこいおまわりだぜ。あ、ヨタ。これは練習なんだ。練習なんだ。どうかしたの、モテウチ君。好きだ。好きだ、萌美ちゃん。その調子よ、モテウチ君。でもずるいな。私じゃなくて好きな子の名前呼ばなきゃ。私今一瞬錯覚しちゃった。萌美ちゃん。ああ、なんか勇気が出てきたみたい。あ、6時間目始まっちゃう。ね、早く戻ろう。ヨタ、やっぱり夕飯作ってやるか。萌美、ヨータ見なかったか。え、おかしいな。裏庭に来いとか言ってたんだけどな。あの、ん、モテウチ君が私のために。え、これお誕生日おめでとう。俺、誕生日プレゼントなんてもらわない主義なんだ。え、誰のプレゼントも受け取ってない。でも受け取ってください。お願いします。授業老けたよな。え、ヨータと二人で。ヨータとうまくやれよ。違う。違う、何が。モテウチ君は私の相談相手になってくれただけなの。今日だってプレゼント選ぶの相談に乗ってくれて。相談？相談って何の相談だ。お前まさかヨータに変な相談してねえだろうな。怒鳴らないでよ。ひどいよ、ニーマイ君。ニーマイ君が好きなんだよ。ヨータ。ヨータ。もういい。ごめんなさい、今のこと忘れて。待てよ。少し考えさせてくれ。どういう意味。どうせ振るなら
ないでほしい。夜電話する。そういうことだったんだ。いや、ねえ、釣れるの？うん、釣れることは釣れるけど、狙いと違うもんばっか釣れちまうんだよな。ほら来たな。萌美さあ。ん？釣り糸垂らしてるのお前なのに、なんで俺なんかに引っかかっちまうんだ？気にすんなよ。最初から分かっていたことなんだから。お前本当に平気なのか？何が？何がって。俺他の男に取られるんなら黙っちゃいない。だけど相手がたかしなら許せるんだ。なんだか分からねえな。俺が？お前もだけど俺自身がさ。夜の電話たかしはきっと OK するな。そんなことどうしてわかる？嫌なものは嫌ってはっきり言うのがお前の性格だぜ。そのお前が考えさせてくれって言ったじゃないか。 OK してやれよ。萌美ちゃん一生懸命だったじゃないか。頼むよたかし、萌美ちゃんと付き合ってやれよ。萌美ちゃんいい子だぜ。おい愛ちゃん帰るぞ。頑張ってね、おじさん。ああ話終わったんだ。ああ、なんだそりゃ。え？お土産お土産。さあヨタ帰ろう帰ろう。じゃあなタカシ。うわバカ、はい、ほらほらほら、わかったわかったよ。タカシ電話しろよな。早く帰る帰る。お前さ、本当にもう落ち込んでねえのか？ヨータ！なんかヨーカよ。別に。そうか、わかった。嬉しいよな。お前そんなにも俺のことを心配してくれてるわけだ。へん、誰が？ヨータのやつ心配して損しちまった。あ、はい。もしもし、モテウチ君。萌美ちゃん。もしもし、聞こえてる？ねえ、モテウチ君。
ですか？変ね。ヨータ、今の電話。やっぱり萌美ちゃんってさ、長靴みたいな女の子だよな。長靴？素直にヨータに釣り上げられればいいのにさ、タカシなんかに引っかかっちまって。長靴だよ、この子。昔々あるところに、え、釣り針に長靴を引っ掛けて釣りをしている男がいました。男は長靴でいろんな種類の魚を釣り上げました。しかし一匹だけ釣れなかった魚があります。さてそれは何という魚でしょう？わかんない。鯉。鯉？鯉は儚い、なんちゃって。ヨータ。ヨータ。コバンダメ！おい、なんとか言えよ。そんな気分じゃねえよな。好きなだけ泣けよ、ヨータ。好きなだけ。今日のお前、すごく頑張ったもんな。俺、ビデオガールだからさ、思いっきり慰めてやるよ。時間の許す限り。そう。時間の許す限り。
ヨータ。え？ヨータ、悔しかったら俺から萌実を取ってみろ。そんなこと無理に決まってるじゃんかよ！なぜ俺と一緒の時ヨータのことばかり話す。本当はヨータのことが好きなんじゃないのか。アイちゃん、どこだ。アイちゃん、あった。そんなことはないですぞ。現にモテ打ちヨータは愛を必要としてますし。どこなんだ、アイちゃん。アイちゃん！2話話も大詰めになってきたんで、この後の2話を見逃す手がないと。絶対こう盛り上がっていく。僕も知らないエンディングなんで一緒に楽しみにしてるんですけど、ぜひとも楽しみにしててください。